どうも、伊藤です。今回ですね、本日ついにもう約9から8年越しですか、もう延期に延期を重ねてようやく公開されたこちらの映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」。こちら私公開日初日朝一で見てきましたので、そちらのね感想を、前半はですねネタバレ一切しません。もうツイッターのトレンド1位にも上がるほどね、ネタバレって言葉が1位に上がるほど、もう皆さん絶対ネタバレされたくないっていう感じだったので、もう最初はネタバレ一切しません。もう面白かったのか面白くなかったのかとか、もうそういう話だけします。で、その後ですね、後半はネタバレありで、まあ、ストーリーがどうとか、完結したのかしないのか、まあ、それも結構気になると思うんですよね、皆さん。ですから、まあ、完結したのかしないのか、最初は後半ネタバレありで話して、まあ、ストーリーとかも話していこうかなというのをふうに思っております。で、私のチャンネルですね、普段アニメだったり漫画に関するランキングだったり感想情報なんかは基本毎日更新で発信しておりますので、ぜひですね、これを機にチャンネル登録とか高評価ねしていただけると非常に嬉しいです。ではですね、まあ、早速感想を話していきたいんですけど、まずですね、ちょっとエヴァを見る順番だけ、ちょっとエヴァを見るね、順番、いきなりこれ見に行っちゃうって方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。それだけね、解説させていただけたらなというふうに思います。で、こちらですね、いきなり見に行っても多分全く分かんないです。エヴァンゲリオンっていうのは、最初、新世紀エヴァンゲリオンってテレビシリーズから始まるんですね。超有名な曲、日本で一番有名かもしれない。残酷な天使の帝で、こちらエヴァの主題歌なんですよ、テレビシリーズのね。なんかオープニングになってるのはエヴァンゲリオンで、そちら全26話あります。そちらはまず最初見てくださいというか、それが最初なんですね。で、その後にあるのがエアーと真心を君っていう、25話と26話っていう、そのエヴァのテレビシリーズの最終回とその前がもうね、わけわかんないというか、僕ら人類では理解できなかった、多分。もちろんね、理解した気になっている方いらっしゃると思うんですけど、完全に理解した方がいらっしゃらないというのが、その25話と26回、それをね、リメイクというか、より分かりやすくする形、視点を変えた形で、ミスターのその劇場版なんですね、25話のエアーと26話の真心を君っていうのは劇場版でされています。で、その後、ついに始まったのが、エヴァンゲリオン劇場版のジョー・ハーキューというね、脚本、原作ね、担当されている庵野さんがもう伝説を作ろうということで、始まった、リメイクであり、また新たに設定を追加された、テレビシリーズはまた全然違ってくるんですね、途中から。っていうのが、劇場版ジョーハー Q となっております。ジョーハー Q を見た後につい見れるのがこちらですね、新エヴァンゲリオン劇場版というふうになっております。ですね、最後にちょっと整理しておくと、まずテレビシリーズ全26話、そして劇場版のエアーと真心を君、その後ジョーハー Q を見て、これですね。で、特に Q とかをね、しっかり見ておくと、もうめちゃくちゃ楽しめるんじゃないかっていうのを思っております。という感じで、これ話したの、実はですね、私の父がなんかエアーと真心を君って劇場版でやってたのに、なんかいきなり見に行っちゃったらしいんですね。それも全く分かんなくて、なんだみたいな感じになったらしくて、今回もすごい話題になって、それだけね、見てみるかみたいなね、新エヴァ見てみるかリメイクかみたいな感じで見に行ったら分かんないんで、マジで。ぜひ今の順番で、ね、見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ね、ちょっと感想の前もちょっとね、これね、パンフレット買ってきました。買ってきました。っていう感じで、はい。で、これもちょっとね、後々紹介しようかなと思います。で、まずですね、ちょっとかなり話しちゃったんですけど、前置き長くなったんですけど、まず面白かったのか面白くなかったのか、劇場に足を運ぶべきなのか否かっていうのをね、話していきたいなというふうに思います。で、結論から言ってしまいますと、もう最高でしたね。いや、面白かったというか、もうこれ以上ないでしょっていうエヴァでしたね。本当にもう庵野さんありがとうございますっていう感じで、もう感謝を伝えたい。もう本当に、でもエンドロール見れば分かるんですけども、本当に多くの方がもう年月をかけて制作に関わっているんですね、この新エヴァンゲリオンっていうのは。もう本当すべての方に感謝を本当に届けたいですし、もう本当庵野さんにはもうこんだけね、待ちに待ちましたよ。僕自身のその Q を劇場版で見たわけじゃないので、めちゃくちゃ待って、本当に劇場版で見てた方も本当に待ってたと思うんですけれども、そういうわけじゃないんですよ。すごい待ちましたし、このまま下手したら作られないんじゃないかとかね、もう公開されないんじゃないかっていう思いがあったので、本当に嬉しいですし、本当にありがとうございますっていう感じです。で、先ほどね、ちょっと紹介した こちらのパンフレットですね、これ素晴らしいです。これ絶対買った方がいいですね。1500円するんですけれども、ここにはその声優さんのインタビューと監督さんのインタビューとか書かれてて 失礼しました。でもこれね、ネタバレになるんで、絶対公開前じゃない、その見る前には絶対読まない方がいいんですけれども、本当これを映画を見た後にこれを読むと、なんかすごいしっくりくるというか、お、なるほど、そうやってあの時考えてたんだ、声優さんとか、ああやって考えての監督さんとかね、もう全部は、理解はしきれません。難しいね、理解、エヴァっていう話はやっぱり。理解はしきれないし、やっぱり、わあ、すごいなんかよりエヴァを魅力的に感じれる一冊になってるのが、なんか変に営業しちゃってますけど、おすすめですね、パンフレット。で、あと、こちらね、特典、これもネタバレ注意ということ、これね、特典でもらえますっていう感じになっております。いやね、本当に待ちに待って、いや、すごかった。
ったですよね。もうぜひね、見ていただけたらなというふうに思いますし、まあ、これまでジョハ9でね、まあ、9でまあちょっと離脱されちゃった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱぜひ見てほしいなっていうのを思っております。うん、で他の映画と比較するとどうだっていう、ね、話もありそうなんで、まあ、それも言いたいんですけど、ちょっとね、あ、鬼滅の刃とかね、バイオレット・エヴァーガーデンと比べたらどうだっていう話もあるとは思うんですけど、ちょっとね、エヴァに関してなんか比較するのが申し訳ないというか、比較はできないじゃないかってやっぱエヴァのこの分からなさとか、その、まあ、主人公のそのシンジ君があんなにヘタレとか、あんなに弱く描かれてる、あんな弱さを全面にさらけ出してる主人公っていないと思うんですよね。うん、やっぱそういう今までいないのがエヴァですから、まあ、単純な比較はできないんですけども、素晴らしかったですね。後悔はしないです、間違いなく。うん、っていう出来になったかなというふうに思います。で、ここからですね、ちょっと音響あったり映像とかストーリーについて、まあ、ネタバレ一応せずにちょっと触れていこうかなというふうに思います。で、まあ、まず映像ですね。映像に関してはやっぱ作画っていうのはもちろん素晴らしいんですけれども、やっぱその映像の使い方がもうめちゃくちゃうまいなっていうのをすごい感じましたね。あ、ここでこれ使ってくるんだみたいな、なんかあ、こういうカットの仕方、こういう小回りの仕方してくるんだっていうのを本当にもうエヴァは毎回もう思わされるんですけどもね、テレビシリーズが見られたからもね、何あれ、なんか、なんていうんですかね、なんかエヴァにしかなんか気持ち悪さ、なんかもう、なんかネガティブな言い方な、ネガティブな言い方するつもりじゃないんですけど、なんか気持ち悪いというか、なんかすごいんですよね。うん、映画見た時にもう、いや、すごいなっていう、まあ、音楽の使い方もやっぱ素晴らしかったし、まあ、主題歌ね、宇多田ヒカルさんももちろんすごかったんですけど、やっぱその映像の使い方とかすごい上手かったなっていうのを思っております。うん、でストーリーとしては、ちょっとネタバレをね、せずに言うのは難しいんですけれども、なんかすごいしっくり、ネタバレかなこれ、しっくりくるなという感じがしたなっていう話でしたね。うん、まあ、こんな感じかな、ネタバレなしだと。ちょっと興行収入だけね、ちょっと予想してみますけれども、興行収入100億はいくんじゃないかなと。思ってます。うん、まあ、これまでね、エヴァっていうのはジョが20億で、ハが40億で、キューが50億超えぐらいだと思うんですよ。で、まあ、今回その倍はいくんじゃないかなっていうのを思っております。まあ、理由とかね、後でまあ話せたらなとは思うんですけれども、やっぱそれだけもうの出来でしたし、もうこれはね、見に行くしかないなっていう感じですね。うん、パンフレットもね、非常におすすめです。僕ポスターも買っちゃいました。はい、という感じで、以上がネタバレなしのね、感想。多分ネタバレにないと思います。ね、もうね、ですので、ぜひですね、この後見に行っていただいて、ネタバレありの方をね、見た後にね、楽しんでいただければというふうに思います。まあ、ぜひね、チャンネル登録とかだけでもね、していただけると嬉しいです。で、ここからですね、ネタバレありで話していこうと思うんですけども、いや、まずね、完結したかしてないかですよね。これやっぱ気になる方もいらっしゃると思うんですよ。うん。完結ですね、しました。間違いなくしたと思います。もう正直これ以上ないなっていう終わり方を僕は見せてもらったなっていうのをすごい思ってますまあエヴァってね、これまでも本当なんかすごい不思議な終わり方で、みたいなえ、そこで終わんのみたいな感じでだと思うんですけど、これに関してはもうなんか納得のいく終わり方だったなっていうのを思ってますし、もう完結は間違いなくしたんじゃないかなっていうのを思っております。あとはね、ここからも完全ネタバレするんで、ちょっと気をつけていただければなと思います。でまずやっぱ黒幕ですかね。黒幕っていうのが最大的、やっぱね、怒りに信じの父親でしたね、玄道っていうところで。なんかもう彼も主人公、なんか今回は信二君ももちろん主人公なんですけれども、彼の父親のその玄道もなんか主人公みたいだなっていうのは僕はすごい思いましたね。まあ、彼なんかすごいこんなに深く描かれたのは初めてだと思うんですけれども、まあ、玄道がなんで人類補完計画をしようとしているのかとかがすごい描かれてて、やっぱそのユイさん、うん、っていうのを、まあ、亡くしたのをきっかけに、まあ、彼女にまあ会いたいとか、まあ、その彼女の後を追ってとか、まあ、そういう気持ちっていうのがすごい描かれてて、まあ、玄道の過去とかも、ね、描かれてて、その辺がすごい面白かったなっていうのを思っております。うん、で今回最も痛かった、あと玄道がね、列車の最後降りるシーンやばかったですね。僕めちゃくちゃ泣きました。うん、すごかったなと思います。で、やっぱ一番僕が意外だったのはマリの存在ですよね。マリがこんなに重要なキャラになるんだっていうのをすごい思いましたね。やっぱ9しっかり見とかないと、もっと何十回見た方がよかったなっていうぐらい思いましたね。もうやっぱそのマリって、まあ、歯から登場した、まあ、劇場版からね、切ったもうオリジナルキャラというか、新キャラだと思うんですけれども、彼女があんなになんか大きな役割を担うというか、もう最後もシンジ君とこう、ね、2人でこう外の世界に出かけていくみたいな感じで、まあ、すごいカタルシスがやばくても、僕、
まあ、泣いちゃったんですけども、でね、すごかったですよね。もうすごかったし、やっぱそこまで重要になってくるんだっていうのはね、本当驚きだったかなというふうに思います。うん、で今回やっぱ「シン・エヴァンゲリオン」ね、僕はすごい心を震わされたのが3つあって、やっぱ1つ目はやっぱシンジ君ですよね。まあ、彼の成長というか、なんかその劇場版この「シン・エヴァンゲリオン」の中でも最初何も喋んない、主人公一言も喋んないんですかみたいなところから始まるじゃないですか。でもずっとなんか前回ね、あのニアサードインパクトによってもう完全に心を閉ざしてしまったシンジ君っていうのが描かれてて、そっからどんどんもう表情も良くなってくるし、もう決意が出てきてかっこいい、もうこんなにかっこいいシンジ君見たことないっていうぐらいになったと思うんですよ。それがもう僕はめちゃくちゃだったし、もうやべえかっけえって、なんかエヴァってこんなアニメだったっけみたいなね、なんかあのこんな映画だったっけみたいななるぐらいシンジ君ほんとかっこよかったなっていうふうに思っております。うん、で、2つ目はですね、美里さん。いやー、耐えれないっすわ。あれ、もう美里さんがもうね、すごかったで、かっこよすぎませんでした。僕も大号泣でしたね、美里さんが最後ね、カジさんも亡くなってて、まあ、それも結構衝撃的だったんですけど、美里さんが今度は止めるみたいな、ね、展開。命を犠牲にしてっていうところで、まああんだけなんか、すいません、もう泣きそうなんですけど、あの Q でもうあんだけなんかもう冷たく、どうした美里さんと、もう別人になっちまったじゃん、十何年経ってみたいなところだったと思うんですけれども、その美里さんがもうなんか最後もうなんかだんだん元の、なんていうんですか、もともとのテレビ版とかの時の姿に戻っていくじゃないですか、もうジョとかハルの時みたいに。で戻ってきて、でも最後あのシンジ君のやっぱ一番の味方ですよ。すいません、本当に。シンジ君の一番の味方が、美里さんだったんだなっていうのをすごい思って、拳銃をね、シンジ君撃たれるじゃないですか、あれをかばうシーンからも僕、限界だったんですけども、あのシーンがね、もう本当にやばかったな、最高というか、もう、めちゃくちゃ悲しいんですけれども、本当にかっこよかったし、あんなにすごい最後ないだろうっていうのをね。すいません、思いましたね。で、3つ目ですね。3つ目っていうのはやっぱアスカですよね。今回ってなんかレイがね、すごい序盤に描かれてて、まあ、なんか初めて会ったレイみたいなね、まあそのまあ、6番目のレイかなっていうのが映画では描かれてたと思うんですけれども、まあ、そのレイがだんだん感情を知っていくっていうのがある中で、まあ、レイの出番って思ったりなかったと思うんですよ。もちろん大事な存在であるんですけれども、アスカがね、なんかレイと同様に用意された存在だみたいな、その、まあ、フォースインパクト、サードインパクトのために用意された存在っていうのをゲンドウが言ってたと思うんですけども、それもなんかすごい意外だったし、だから一人だったのかとか、なんか、まあ、多分し、なんかその正解は分かんないですし、まあ、すごい難しい、話的に難しいと思うんで、僕は理解しきれてるわけじゃないんですけれども。そこはすごい意外でしたし、やっぱアスカはなんか必死に強くあろうとする姿とか、あの戦闘シーンがもうやばいっすよね。どんだけかっこいいってか、毎回アスカって乗るとき、エヴァに乗って戦うときってめっちゃ叫ぶじゃないですか。で、今回は叫んでて、で、なんか最後にはもうなんか、眼帯してたね、左目からなんか封印中でしたっけ、出てくるみたいな。すごすぎる展開で、もう、トリガーっていうか、もう僕もあの辺からもう涙止まんなかったですよね。いや、すごかったなっていうのを思いました。やっぱそのバトルシーンっていうのももちろん、まあ、ありましたし、まあ、その人を描いていく、まあ、最後のその、まあ、アスカとシンジのなんか関係性とかね、バカシンジってね、いうところもなんかすごい良かったなっていうのを思ってます。まあ、あとはですね、あと言うんだったらやっぱり、鈴原、ちょっと待って、すみません、当時だ、当時。やばいな、当時忘れたらやばいな。当時とかね、院長とかがなんか無事生きてて子供生まれるとかね、なんかそういうその同級生たちとかね、出てきたと思うんですよ、元。もうなんかその辺もなんかめちゃくちゃエモいというか、やっぱなんかすごい刺さりますよね、この作品っていうのは。で、やっぱり話的にはやっぱすごい難しいと思いますし、やっぱ Q でね、なんか何？どうしたよ？テレビ版でよかったじゃんって思われたのもいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はやっぱこの劇場は見れてすごい嬉しいし、やっぱ安野さん天才だなっていうのを改めて思いましたね。今回に関してはもう本当に今回「シン・エヴァンゲリオン」この映画っていうのは本当にエンドロールを見ていただければ分かる通り、もう本当に多くの方が関わって、まあ、作られていると思うんですけれども、やっぱそのもう本当に全ての方々に感謝したいし、もう本当見れて、もうこの時代に生きれててもう良かったなっていうのを心から思っております。
いう感じかな。もうこれ以上、いくらでも多分エヴァのこの映画についてだったらね、もう多分1億時間ぐらい喋れると思うんですけども、ちょっと今回はねこの辺で締めさせていただきたいなというふうに思います。ということで今回の動画は以上となります。コメントくださってありがとうございました。ぜひですね、この動画もしいいと思ったからね、あのチャンネル登録や高評価していただけると非常に嬉しいです。ではですね、本当コメントくださってありがとうございました。それではさよなら。